はい、こんにちは。古賀レコーズ、オーナーの古賀です。古賀ミルクバーの、カレーを紹介したいと思います。なぜならば今下北沢はカレーフェス真っ只中。今年はね、こういう形でテイクアウトでねカレーを出しております。毎年趣向の変わったカレーを、定番のカレーもあるんですけど、今年は、ダブルチキンカレー、何のダブルかと、赤電子みたいな、ありますけど、それだけね、こう、密閉されているっていうところなんですけど、本当にわかんないんだけど、ちょっと用心してあげてください。これが、古賀ミルクバーが出店して出しております、ダブルチキンカレーということです。とりあえず、乾杯。ご飯と、こうやって、カレーをこういう食べ方がいいのかどうか分かりませんけど、あ、もうダメだ、よだれが出てまいりました。いただきます。うん、多分誰もが好きであろう味のカレーなので、特に女性とかね、いわゆる欧風カレー、ね、あ、そうだね、これ欧風カレーですね。そうです。で、そこにアクセントになってるのが、これは玉ねぎ揚げたやつ？あ、そうです、フライドオニオン、うんうん、とチーズがいい感じでコクを出しております。あとね、僕にはちょっとボリュームがあるかもしれないなって感じなので、まあガッツリ食いたい人はこれでいいと思うし、あれもあるんだよね、なんかハーフ、ハーフもありますね、期間中は、うんうん、これマジうまい、うん、こうコクのあるオフカレー、ぜひとも推薦いたしますので、ぜひ、あと今週1週間あるのかな、下北沢カレーフェスで、ぜひ寄ってください。そう、キートクとかもねすごく協力したりとかしておりますので、ぜひこのカレーフェスに参加していただければと思っておりますので、よろしくお願いします。じゃあ、古賀レコーズ&古賀ミルクバーの、オーナー古賀でした。ありがとうございました。